久保さん、ビットスターと、まあ、いろいろ出てきますね。いろいろ出てきますね。次から次へと。うん。まあ、僕はですね、あのー、結局その、なんだろうな、思うことが、いっぱい出てくるわけですよ、いろんなものが。<laughs> で、いろんなものが出てきて、そのいろんなものに依存するんじゃなくて、いろんなものを紹介しちゃおいいんじゃないかなっていう。だから一番久保さんが賢いですよね。別にビットスターをやって、 それ動画撮ってね、アクセス集めていくっていうね。<laughs> こ無限像、だからこのね、思考というかこのマインドがあると、無限にいくらでもできるんですよ。例えばまあ、ビットスタートっていうね、新しいポイントサイトみたいなの出てきました。いや、それを物、ものでもね、もう無限に出てくるわけですよ。YouTuber の人もね、なんか、今月良かった買い物ランキングみたいな。<laughs> 今まで生きてきて一番良かった買い物、買い物とかね。もう、 なんか掘り出したら無限っすよね。今まで、例えばね、久保さんが48年生きてきて一番美味しかったもの、ランキング。<laughs> ね。とかね。今月美味しかったものランキングとかね。あの、今月行って良かったランキングとかね。<laughs> なあの、買って損した、人生で買って損した3つの、もう絶対これは買っちゃいけないランキング、3つとかねも。もう掘り出せば無限ですね。<laughs> だから、新商品も、僕たちが新商品作らなかったとしても、あの、どこかしこも新しい商品、新しい、もの、食べ物、お店出てきますんで、それをガンガン紹介して自分のメディア作っちゃった方が、僕は賢いと思いますけどね。かビットスターに依存してそこで稼ぐとかじゃなくて、それを紹介してアクセスを稼いだ方が、めちゃめちゃ稼げますね。いってらっしゃい。